皆様こんにちは、ファンパスアートのいろはです。今日はパステルアートでレンゲを描いていきたいと思います。使用するのは100円ショップで売られていますこちらの18色入りのパステルです。この中から数色使って描いていきます。まずは型を作っていきます。型紙用の画用紙にレンゲの花と茎、葉っぱ、それから丸と光の下書きをしています。これらをカッターで切り抜いて型を作っていきます。カッターで切り抜くことができました。こちらは葉っぱのところだけを切り抜いています。使いやすいようにハサミでカットしておきます。それでは背景から描いていきたいと思います。パレット用の紙の上に必要な色を茶こしで削って準備しておきます。ピンク色、赤色、黄緑色、緑色などを削って準備しています。背景は直接紙の上で削っていきたいと思います。黄色と黄緑色を削っています。コットンを四つ折りにして縫い伸ばしていきます。パレットから緑色を取ってところどころ塗っていきます。続いて葉っぱの型を合わせて内側に黄緑色や緑色を塗っていきます。型は動かないようにテープで固定しておきます。茎の型を合わせて縫っていきます。好きなところに葉っぱを増やしていきます。続いて茎を合わせて内側に色を塗っていきます。花の型を合わせて型の内側の色を消しゴムで消していきます。型の内側の色を消すことができましたら、パレットからピンク色や赤色をコットンにつけて塗っていきます。ところどころ白いところを残した状態で、さらに消しゴムで花びらを整えていきます。好きなところに花を増やしていきます。さらに手前にも葉っぱを増やしていきたいと思います。続いて光を入れていきます。こちらの光と丸の型を好きなところに合わせて内側の色を消しゴムで白く消していきます。好きなところに光を増やしていきます。それでは周囲のテープを剥がしていきます。これでレンゲの花の完成です。皆様もぜひチャレンジしてみてください。